Hola. Lucy no. Chariba. Amigos. Amigos. Buenos días, amigos de FM Urumales. Habla Lucy Nao desde el programa de Chariba Amigos. Para deleitarnos con música de Okinawa e invitados. Amigos, el programa de hoy día es una grabación. Hoy estamos 26 de octubre. 26 de octubre. En el calendario chino estamos 14 de septiembre.皆さんおはようございます。10月26日月曜日午前11時、ルシのチャリバアミゴスの時間が本日もやってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。旧暦では9月の14日明日が満月ですか。はい、また綺麗なお月様が見れるといいですね。というのは今日は実は収録でございますね。10月の19日に収録させていただいておりますが、26日はどんなお天気でお迎えでございましょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日もスタジオには素敵なゲストをお迎えしておりますけれども、この曲をお聴きいただいてまたお話を進めていきたいと思います。amigos, hoy tenemos un invitado especial. Antes de presentarlos, les vamos a hacer escuchar una canción del profesor de Tsuhiro Daiku. La canción es Tsuki no Mapiroma.
大工テシール先生で月のマピロマお聞きいただきました。Escucharon por el profesor Tetsuhiro Daiku la canción Tsuki no Mapiroma. もうスタジオでも聞き入ってしまいまして、お話が続かなかったんですけれども、この曲をお聞きいただきましたのはそのお弟子さん、そして三線の方も修行なさっています、なんと初外国の方ですね。はい、ルーシーのイチャリバアミーゴスをお迎えいたしました。初外国のお客様、フランスのフロリアン・ブリカーさん。ブリカーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語ですね。日本語ですね。あれフランス語の方が良かったですか。なんか違う、私たちより流暢な日本語をお話しなるフロリアンさん、フローさんでよろしいですか。はい、フローで。沖縄でフローさん。フローさん。はい。で、皆さんに親しまれているんですが、実は私たちとのお付き合いは、あのリオ君のバースデーライブで初めてお見かけいたしまして、はい、あれはなんかわからないで入ってきた感じだったよね。あの小杉さん、知念小杉さんが、はいはい、まあ、出演するっていうことでちょっと誘って。なんかキョロキョロしてました。これ何なの、ね、一体みたいな。もう全然もう何も話聞かないで行ったんで誕生日なのか何なのかよくわからないというそこでお見かけしましたがあまりお話しすることはなかったのに、あの、うん、ルーシーのひやみかち町川館でのライブに来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。びっくりしました、プロさんが、ね、ということで今日は3回目、はい、フローさんとお会いするのはなのでよくフローさんのことを知らないのでいろんなことをこちらの番組の中で質問させていただきながら進ませていただきたいと思いますが、はい、まあ今までの分かる感じのご紹介お願いいたします。アミゴスリビドウリアエスステフロリアン・ブリカーエレステフランセスイセデリカアエスディアラムシカ。Ahorita la música de Ishigaki y también se dedica a estudiar el, ¿cómo se dice? Hacer el Sanshin de Okinawa. Él está trabajando ahorita en el local de en la tienda de Chindami. 先ほどからお聞きいただいてますこのフローさんの日本語。あまりにも流暢なので本当にフランス人の方なのかということを皆様に、聞いていただきたいのでこの全世界に向けてのルーシーのイチャリバアミゴスの番組から、フランスそして世界を向けてフランス語の方でご挨拶お願いできますでしょうか。はい、Bonjour à tous et à toutes、je suis très très content d'être ici avec、Nao-san et Lucie pour un, cette émission de radio et j'espère que vous écouterez jusqu'à la fin et qu'on passera un bon moment ensemble. Merci. 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 Merci Florian. かっこいいよね。フランス語やっぱさ、さっきも言ったんだけど、あの色っぽいのよね、私たちから。サウンドがね。てかフランスも色っぽく見えるさ。フランス語だと喋っちゃったらいいんじゃない、はい、沖縄では。三大事件ですよ、そのしたら。いや、顔もさ、ハンサムだからさ、モテモテだと思うんですよね。でもさ、さっき顔が真っ赤になって、真っ赤になって、色白いからさ、赤くなって画面にも真っ赤になって映ってますこのさ、この日本語はどうやってこんなに綺麗な喋れるようになったんですか。は、まあ、まずはあの大学、フランスの、ね、大学であの専攻でちょっと勉強してから沖縄にあの住みに来て、で沖縄ではね、あの、まあ、おじさんたちに囲まれながら、沖縄ではこんな綺麗な日本語が使えるようにならないはずよ。まあ、でも確かにあの沖縄に住んでからフランスに一旦帰ったんですよ、うん、そしたら周りの日本人にあんた何言ってるか分かんないねって言われてまあそこからちょっと勉強し直してあの標準語に、標準語に。フランスでこの日本語を勉強し始めたきっかけは、なんで日本語。たまたまですね、うん、あのちょっと高校卒業してから特にやりたいことがなかったんで、
何しようかなって悩んでた時に友達が私はもう日本語学校に入るって言って面白そうだなと思ってたまたまついていったんですよ。それで人生が変わりましたね。はい、そのお友達のおかげで。そうですね、感謝ですね。あのさっき、ルーシーのスペイン語でのご紹介にはその上ずいぶん十分入ってたと思うんですけども、今三線の方は大工先生のところで修行されてて、はい、また三線を作る修行も国際通りのチンダミの比嘉賢隆先生の方で、はい、元でなさってるということで、はい、三線も作っちゃってる。あのとりあえずあの向こうでパリであの三線サークルがあるじゃないですか。であのみんなね、からくいが折れたりとか、うん、なんかこういろんなちょっとこうガタガタしてる変な三線を持ってくる人とかもいるんですよ、うん、でそれを自分で直せないとあのやっぱり続かないのでっていうことで、去年からちょっとこう修理の仕方とかそういうのを勉強しに来て、次はあの自分の三線を作りたいなっていう思いで。現在はフランスと沖縄行ったり来たりっていう形なんですか？そうですね。そもそもそれで日本語を勉強するようになりました、で綺麗に喋れるようになりましたが、そこと沖縄とのつながりはどうなってるんですか？あの実はその、学校で、そうですね、日本語大学1年生1年生終わってから日本に、まあ、本当に行くんだったら早く行ってみて、うん、本当に好きかどうか確かめないといけないと思って、そしたらね、あのまたまたまなんですけど読谷でホームステイさせていただいて。なんで読谷だったっけ？あの沖普通教会っていうのがあったんですよ、うん、で私も沖普通教会っていうのが、まあとりあえずこうなんていう学生をあの日本にこうなんか送ってホームステイさせるっていうところだったんで、そこに。その時は沖縄って知ってました？沖縄、まあ、名前は知ってたんですけど、あとはやっぱり学校とかではね沖縄戦の話とかは出てたんですけど、一応そういうこと習うんですねフランスでも。はい、もうどこにあるかとかそういうのはもう全然イメージがなく、もうだからもう飛行機降りて、あ、なんか暑いなみたいななんじゃここって思ったんですけど、それが非常にあったんで、うーん、たまたまあれですね、あのお盆の時期に、あ、また来て色の濃い時代時期に、そうですね、うん、沖縄に。もうその時からですね、沖縄はもう毎年来るようにはしてるんですよ。そこでエイサーもやってたでしょうし、エイサーの時期だから今年からですね。お盆、あ、そうですね、ちょっとなんかいろんなところでやってて、それを見てで踊りとかも体験させてもらったんですけど、踊りはねちょっと苦手なんで見てみたいね、クロさんの。いいですよ。いいですよ。まあ、それであの三振の方に行っちゃったんですね、結局。三振だったらなんとなくこうやる自信があるって。さっきフローさんの口からあのフランスの三振サークルというお話がありましたけども、はい、今その三振サークルの状況はどんな感じなんですか？あのもともとフランスっていうのはこういったあの歴史とか文化とかとても尊重するという国民性があって、うん、日本のこともすごく興味を持たれてますよね。そうですね。その中で沖縄の三線サークルがあるというのはどういったふうに立ち上がったんですか？ですね、2009年だったと思うんですけど、芸大の木瀬新人先生が、はい、あのフランスにいらっしゃった時に、ノムレルですね、ノムレルですね、なんかその興味があるメンバーを集めて、じゃあ、三線なんていうのかな、まあ、愛好会みたいのを作ったんですけど、そこが初めてでフランスで、今まで多分なかったと思うんですよ。で私もそこに入って、今2年経つんですけど、うん、今日本語大学でその日本語を勉強してるフランス人とか、まあ、その他の他の国の学生にまあ、クンクンチーとかをね、うん、教えたりとか歌を教えたりとか、うん、そういうのをやってるんですよ。そういったら遠いフランスで沖縄の文化や、まあ、特に三線とかを実際に触って演奏してくれてるってとても嬉しいね。県外のことでも私はとても嬉しいんだけど、ましてや国外海外の方でそういうふうにしてくれてる人たちのことを聞くととても嬉しく思いますが、その架け橋になってくれてる存在っていうのは本当に貴重な、ね、フローリさんたちのような方々いらっしゃるのを感謝していますけども、でその三線サークルの中に実はペルーの方もいらっしゃって、はい、
この間お話伺ったんですよね、あのヒヤミカチに来てくださった時に、あ、これスペイン語が入ってますよねって、そのペルーの友達に聞かせたいからって買っていただきました、はい、どうもここに、ご購入ありがとうございます、はいはい、でその小さくの花を今日は1曲目に聞いていただきたいなと思います。とスペイン語と最後は標準語でお聞きいただきたいと思います。はい、amigos, le vamos a hacer escuchar la canción Tinsa Guno Hana en Uchinaguchi en español y después al final en Nihongo.に届けとばかりに歌わせていただきましたけども、ぜひこのペルーの方なんてお名前でしょうね。シンディちゃんです。あ、女の方ね、はい、シンディちゃん、シンディ、うん、にも歌っていただきたいと思いますよ。金作の花お聞きいただきました。
そして、三線を作られるようになって、そして大工先生の元で三線歌、はい、三線のお勉強もされてるんですが、大工先生との出会いは、はい、ですね、何でしたっけあの時モハメッドブリさんっていうあのチュニジアで、聞きました聞きました、東京にいらっしゃる、今東京にいるんですけど、その時は大工先生のもとで習ってたんですよ。で芸大に行った時にたまたま彼と試合に会って、で大工先生のところいいですよっていうことで紹介していただいて、それがチュニジアですか、フランス語も、ね、そうですね、フランス語、はい、うん、私もあの時はまだあんまり実は日本語喋ってなかったので、とってもね、お友達になって、はい、その縁で大工先生を紹介していただいたということですか。 それが11、2年前ぐらいですかね。ということは八重山の歌も 歌を勉強されてるってことですよね。ですね、ちょっと 不真面目でそんなに実はレパートリーがないんですけど、最近はちょっとこう目覚めて、おちょっと真面目に、ね、稽古に出て、で教えてもらってますが、ということなので、うん、今日はこのフローさんに八重山の朝どいは聞かせていただけるということですから、すいません今じゃ下がってるけど、チンダミしますね、はい、チンダミからお願いいたします。じゃスペイン語でそれの紹介をお願いいたします、フローさん、スタープレニエンドオリタ、ラムシカで石垣、profesores de Tetsuhiro Daiku. También él está aprendiendo a hacer sanshins en el local de sanshinia de Shindami. Está aprendiendo con el profesor Kenryu Higa. Kenryu Higa. Bueno, Florian es como un puente entre Okinawa y Francia. Ahorita Florian nos va a cantar una canción que se llama Asadoya. ヤヤの曲は特に本土の方がされてるっていう人口が多いんですけどね。またこの外国の方っていうのはもう、まあルーシーも一応ね、ペルー人ですからね、ペルー人がトバラマでも優勝するわけですからね、今度はトバラマ大会、あ、今年はトバラマ大会にも、はい、お疲れ様でした。どうでした。いやもう楽しかったです、ね、楽しかった。もういろんなもう先輩方の歌が聞けて、で、まあ、もうこれからのね道のりがまだ長いなっていうことを実感したんですけど、すごい日本語だ ねこの方が、綺麗な日本語、勉強になりますよ、教えてください日本語それでは朝というお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝どやの奥山によ、No.
ざすしょうやばなんだよ、あたりょやや、渋すぎますよ。すごいね。今この歌からお聞きいただいた方々にはもう改めてご紹介しないといけません。今歌った方、フランス人のフローさんですよ。歌だけ聞いたら絶対そういうふうに思えない ね、外国の方ってはね。もう取り話しました。このもちろん師匠でいらっしゃる大工哲郎先生の厳しいご指導もあったかと思いますが、それまで音楽はやったことあったんですか？はい、その前は実はヘビメタのシャートをやってたんですよ。だから高い声も出るんだ。そう、ね、そうかもしれないですね。本当ヘビメタってすごい。あーみたいな。あーねー、この三種の音色も綺麗ね。軽く歌ってるの、それはすごい。いや、これからまた沖縄でフローさんの演奏を聴けれるような機会もあるんですかね？少しはそうですね、ちょっと友達に誘われたりすると出るんですけど、うん、次はアルテ崎山だったかな。近々、いつですかそれ？11月1日に、うん、はい、もうすごいメンバーを集めて、どなた方、例えば、大まりさんとか、はい、大まりさんかな、まあ、先輩である伊藤浩太さん、杉田さん、伊藤浩太さん、うん、はい、とか、あとは誰がいたかな、武田裕樹さんとか、武田裕樹さん、いや山の歌で、とってもなんか古典の、ね、歌がとっても上手な人とか、あとはちょっと出てこないんですけど、まあ、20名ぐらい、そんな大勢の方？18組って、これなんていう、どういう催し物なんですか？イベントなんですか？どういうものなのかな、まあなんか、うん、ちょっとこう若い人たちで、うん、その三種をやってる人たちでちょっとこう、はい、交流しようということで、今回初めてなんですよ、この企画っていうのは。あ、そうなんですか。うーん、で、まあ、なのでゲストは主にまあ知ってる人に声をかけてっていう感じだったので、私も友達から招待いただいて、うん、じゃあバラエティーとなると楽しい催しも なりそうですね、はい、すごい、アルテ崎山、アルテ崎山の首里ですね、はい、首里、はい、で、この間リオ君のライブあったあの場所、はい、同じ場所、でも違うとこ、地下かな、地下の方の建物 の違うところだと思うんですけど、そこ 何個かね、スタジオが場所があるんですけども、はい、そうですか。11月1日、アルテ崎山、はい、この先ほどのフローさんの歌声が生で聴けるというその場所にぜひお越しいただきたいと思いますが、詳細はまた分かり次第こちらの方からご紹介したいと思います。Amigos, Florian está cantando en el local de Arte Sakiyama el día primero de noviembre. Primero de noviembre se van a presentar varios invitados, como la señorita Omari, Kota Ito, después el señor Takeda Yuki.フローリアンカンタ primero de noviembre en Arte Sakiyama、はい、楽しみですね。ちなみに、はい、リョクも出ます。あ、そうですか。お、はい、そうですか。何人 se presenta? リョク、リョク、
リュークもあちこち大活躍ですね。今回も多分あのカンカラ三振で、あ、またあのルルルルルート、え、ループ、ループマシン、ループマシンも駆使して、楽しい、じゃあ本当に、バラエティに富んだ、あ、まあ聞き応え見応えのあるライブになる、と思いますが、11月1日、アルテ崎山で、行われるライブいらしていただきたいと思います。それでは次はルーシーさんの方に、フローさんからのリクエストで、これも平山の曲ですね。今度は文鳥市の皆さんも一緒に出ます、一緒に、あ、ちょっと覚えてないですね、まあ、まあ、分かるところ、分かるこれもまた代表的な八山の曲の一つですね。リクエストいただいたのはアガローザをルーシー&フローでお送りしたいと思います。Oh,
ました。さあ、大工先生がおっしゃってましたけど、はい、そういうのが音があるのかなって、なんていうの、フランス語でサウダンシュっていうの？それポルトガル語ですね。全部一緒にで。ポルトガルはよくルーシーがフランス語に似て同じように色っぽいねって。あのサウナがねすごい気持ちいい。ムードがありますよね。ありがとうございます。時々はフランス語を喋ってよね。まあでももう忘れかけてますね。ルーシーと同じですけど。なんか出てこない時ってね、よくあるんです。そうらしいよね。一生懸命その文化に溶け込もうとすると自分の母国語さえ忘れてしまうという。これ何だったって聞いたらよく分かんないこと多いんですよ、ルーシー。考えないと出てこないです。そっか。あの実家にたまに電話するんですけど混ざっちゃうんですよ。単語が出てこなくて日本語が向こうはもうハワイの感じにするの。そうそうそう、この人何言ってるのって。そんな感じで、沖縄の文化や最新音楽などに、まあ、もう本当に、まあ、ぶつかってで、まあ、こちらからフランスへの方に発信されていらっしゃるというフローさんですけど、今後はどんな感じで活動を続けたいな、仕事の方もしたいなと思っていらっしゃいますか？まあそうですね、あのフランスは今まあ、私が教えてるわけなんですけど、まあ、そろそろもうちょっとなんていうのかな、そういうね、資格を持ってる方とかね、その本物のね沖縄の先生に来てもらったら、まあ、それはねフランスの皆さんにとってもいい刺激になるなと思うというのと、あとは発表会とか招集するんですけど、向こうではこのサークルの方々サークルの、はい、メンバーで、ちょっと三線と太鼓だけではねちょっとこう寂しい感じがするんで、まあそのうち踊りも取り入れようっていう考えがあって、私たちは神楽持ってますけど、
ルーシー&なんとかでアミゴスで、はい、いかがですか。あ、行きます、はい、行きましょう。もう太鼓も踊りもいますよ、メンバー。 OK、 じゃあマネージャーになって来月ぐらいは来月あ早いちょっと稽古しないといけないからさ来年に向けてじゃあ頑張りさせていただきたいと思いますぜひ、はい、フローリアンさん、フローリアン・ミルカーさん、ミルカール、ブリカール、ブリカールさんは、このフローリアンさんって綺麗なお名前ですけど、 お花っていう意味があるお名前ですって、はい、そうですね、フラワーですね。この優しさがやっぱりお名前でこの溢れていますけどねフローさんはちょっとね、女の子っぽい男になってしまったんですよね、きっとそのお名前のなんですけど、それでですね、今日はもう一曲ルーシーの方から、今度はフローさんへのプレゼントということで、フローさんもあの、はい、一緒に、一緒に、はい、一緒に、はい、分かるかな一番はこっちになりますので、お届けしたいと思いますね。はい、お願いします。これは東南アジアではもうすごく広まった歌と言ってますが、フランスなんかどうですかね。フランスはまだですね。まだこれからですね。じゃあフローさんが。たまには仲間と演奏してて。皆さんフランス語で。フランス語で。そう、私さ、まだ作ってないですね。さっきルーシーの歌を聴きながら思ったんですけど、フローさんがフランス語で金作の花作ってもらえますか。頑張ります。ね、頑張ってよ。それで歌ってほしいと思います。ね。それでは花お聴きください。ルーシー&フローです。Thank you.
とっても嬉しいのがですね、はい、このあのフランスで花をよく歌ってくれるあの女性がいるんですよ。でちょうど今その人がね、あのちょっと体調崩されて、うん、あのまあ、これから入院するっていう、うん、で私も見舞いに行けなくてこっちにいるんで、うん、だからもうぜひね、この今のちょっとこう聞いていただきたいなと思って、ちょっとこうで、このじゃ放送の告知して、はい、あのフランスまで届けてみたいですね。じゃあフロリアの本当にこの花、いい機会になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは来年のフランス公演に向けて、はい、ミーティングを進めたいと思います。はい、はい、先生どうします？よろしくお願いします。本当に今日は遠くまで、今日ね実はバスで来てくれたんで、帰りは一緒に帰りましょうね。よろしくお願いします。私のイチャリーバアイミブンスにお迎えしたフロリアン・リューカーズさん、これからもどうぞルシーよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一緒に舞台も八重目の曲も歌えればいいですね、これからはね。ありがとうございます。それでは来週まで。Merci. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Nan ていうのフランス語は？チャオでいいですよ。チャオなのフランス語。使います。せーの。チャオ。